はい、というわけで今日はね、あるお宅にお邪魔してますよ。来ちゃいましたね。来ちゃいましたね。ちょっと入ってきますか。ありがとうございます。はい、行きましょう。ちょっともうね、すごいかっこいいのありますね。なんかもうすげえガラクタっぽいさ。もうね、たぶん笑い声気づいちゃったかもしれないけど。はい、じゃあ、はい、紹介します。はい、マッスルグリルさんとポパイさんです。お願いいたします。はい、まあ、ちなみにね、マッスルグリルさんのチャンネルで、はい、あのポパイさんにの家にいきなりとつってみたドッキリを仕掛けさせていただいたので、そちらの動画もぜひチェックいただけたらと思います。はい、というわけで、まあ、こっちのチャンネルではちょっとルームツアーをさせていただいてもいいですか。はいはい、もう全部映ってますけどね、ここしかないですよ。ちょっとコツやっていきますか。はい、じゃあちょっとマイク・タイソンだっけ、これですよ、ね、ですよね。マイク・タイソンだっけですよね。ですよね。はい、タイソン好きなんですよ。あ、そうなんですか。そう、タイソン好きで、ちょっとだけボクシングとかもやってたんですけど。やってたんですか。そう、でもまあ性に合わないなって感じで。え、これは何、直筆のサインとかなんですか。あ、これは直筆、直筆。え、もう直筆。どうやって絶対嘘でしょ。上の絶対に嘘です。え、でもボバイさんがね、マイク・タイソン好きなの知らなかったっすね。そう、タイソン好きで、若い頃はこの前腕にタイソンの自画像を入れたくて。あ、マジっすか。そう、今からでも遅くないんじゃない。こんな頑張ったのに前腕。あれ、ポメさん、縦入ってましたっけ。入ってない、入ってないですよ。チンゲしか入ってない。じゃあ、ここら辺にマイク・タイソン。ダサい、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 弱いのに。チンゲになっちゃう。そうそう、これも、そうそう。いや、すごい、これもタイソンですからね。そうそう、うん、なんかオシャンティーなね、感じで。オシャレっすね。でもこれはもうポパイさんのさ、ケアゾーンですよ。はい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 。いやでもちょっとね、やっぱいっぱいあるっすよ。うん、まあここはサプリコーナーっすね。うん、はいはい、うん。まあこれはさ、まああるあるというかね。あるあるある。まあ僕ね、俺ん家にもね、たくさんありますけど。いや、そうですそうです。はい、入れ替えてもいいですよ。なんかすごいな。なんか言ったの今。今週の入れ替えてもいい。なんで本当に申し訳ないけど、今マジで聞き取れなかった。マジで聞き取れなくて、ちょっと拾えなかったっす。俺も分かんなかった。見て、ほら、アップルサイダービネガー、これサプリのカプセルバージョンか。そうそうそう、ね、僕はまあこの飲むタイプのやつ飲んでますけどね、うん、喉以外がしちゃうね、カプセルでいいと思う。そうだから、サプリも EA とかゼロになるのが不安なんで、ストック8個やる。マジっすか。はい、あ、すごいな。そう、ストックがやっぱお金もそうなんです、貯金がないと不安になっちゃうんですよ。あー、てかめちゃくちゃ真面目じゃないポジションです。そうそう、真面目めちゃめちゃ真面目じゃないですか。めちゃくちゃ、だってあのチューする前にセックスしないもん。マジっすか。マジっすよ。下ネタのちょっと免疫が、ね、ちょっとついていけないんだけど。なるほどね。すごいな。このなんか俺気になってたよね、入ってきた時から。靴？やっぱ靴がね、コレクションすごい。あ、靴そんなに。でも普段履いてるんですか。でもこれね、うん、普段いつも同じ靴しか履かなくて。あ、そうなんですか。こんなのもう年に何回かしか履かない。維持もらっていいですか。ダメ。あ、ダメなんですか。ダメですよ。どんどん足絶対合わないじゃないですか。履かないですもんね。足何センチですか。メルカリで6。ダメですよ。じゃあダメだ。もうすぐ分かっちゃうでしょ。31の靴がさ、分かっちゃうでしょ。31なんか俺しか履かないから。31ってやばいっすよ。完全に。31。これちょっと一回見てもいいですか。いいですいいです。でもすごいなんか可愛いですね。なんかこの限定とかなんですか。いや、全然全然。正直言ってあんま詳しくなくて。正直僕も、あの、靴は、かっこいい。かっこいいし、でかい。全然あの、限定とかじゃないです。あの、普通の、うんって。普通、うんって。あんま興味ないですよね。本当ですか？リアルに。やっぱ履ければいいみたいな。清潔感大事ですよね、でもね。あ、まあ、それは大事ですね。だから、一応綺麗な靴は用意した感じですね。あ、これ好きな時計。ハミルトン。ハミルトン。ハミルトンかっこいいですよね。かっこいいね。これハミルトン。ロレックス買うまではこれで我慢するって決めてるの。あ、やっぱロレックス欲しいですか。欲しいっすよ。アプローチじゃないですね。アプルウォッチ買っちゃうと、時計しなくなっちゃうじゃないですか。あ、普通のね。そうそう、それが嫌で、やっぱロレックスを買いたいんですよ。あ、そうなんだ。でもなんか。がっつりアプローチしてる。ああ、アップルウォッチしちゃった。なんか、あれじゃないですか、僕、カロリーがさ。あ、それいいっすよね。そうなんですよ。だから俺今日1300もうカロリー消費してるので。そんなに？そう。ここまで歩いてきたんですか？結構収納されてますよね。綺麗っす。まあまあ、ごちゃごちゃしてますけど、どうなんだろう。でも、物が多いっすよね。
まあでもちゃんと整ってると思いますよ。ですかね、ですかね、え、これお金とかですか、この辺。あ、そこら辺お金、あ、ちょっともらってっていいですか。ダメだってダメだ、へそくり、これへそくり、ロレックスへそくり。あ、そうだ、ダメ、ロレックスへそくり結構長くあるから。ロレックス泥棒来たらこうすぐ起きちゃうでしょ、近いだからすぐ住み終わっちゃう。これまずい、やばい、まずいっす、まずいっす。すごいな、でもいいっすね。でもなんかコンパクトな感じでね、ちゃんとこうね、詰まってていいっすね。まあだって6畳ですから。あ、6畳っすか。これ6畳、6点何畳かな。あ、でもその割にはちゃんとなんかこう活用されてますよね。そうですね、ね、まあいっぱい収納とか使って、はい、うん、まあエアロバイクが邪魔なんですけど、初めて一人暮らしした時はもっと綺麗でした、はい、大阪で一人暮らしした時は。ああ、え、出身どこですか。出身埼玉なんですけど、はい、初めて一人暮らししたのは大阪なんですよ。あ、そうなんですか。で、大阪で就職されてたみたいな。大阪でまあ仕事をしながらトレーニングしてって感じで、で2年間ぐらいあっちでかつあの生活して、はい、でこっち帰ってきてレクサスね。あ、そうなんですね。やっぱ一人暮らしするときに、うん、実家が近いとすぐ帰れちゃうのは嫌だったんですよ。うん、なんかだからちょっと遠くに行こうと思って大阪に。なるほど。うん、ああ、でもそれいいっすね。そうそうそう、すごい帰れない状況を作って、ちょっと自分追い込むみたいな。ちょっと強くなりましたね。うん、うん、やっぱ困った時俺しかいないんで。確かにね。まあ、そういう意味で言うとやっぱ一人でね、暮らす経験って大事ですよね。なんか井上さんがなんか悪いことしたみたいな。あの戦う時ってあれなんですか？コンタ。ラガンでやります。0.3 ぐらいなんですけど。コンタ取れちゃうんですよ、試合で。あ、そうなんだ。逆に危ないですよ。はい。なので結構。そうなんだ。K1 の選手とかでも 0.0 いくつの人が、はい、普段はコンタクトだけど試合裸眼で人結構います、ね。はい、でもまあ安全考えたらコンタクトできないですもんね。何ですか、このパンチをこうやって目で追ってるわけじゃないんで、なのでぼんやり見れてれば大丈夫。そういうのちょっと怖いですけどね。そうですね、あの一ちょうど1年ぐらい前か、はい、井上さんとロードみたい、ロードみたい、ロードロードトラブルみたいとか、そうあ、ちょうど1年前高橋ジョージごめんなさい、まあ、ごめんなさい、すいません高橋ジョージのちょうど1年前にってね、それどう歌だ、ロードロードロード、はい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 、サンデチが歌ったらその場のカラオケにいる女全員持って帰る歌。もうそこまで上手くないです。俺外野になっちゃう。カラオケ行きます？行かないよ。カラオケも下手なもん歌。ちょうど1年前なんですか？ちょうど1年前。うん、何が？さっき言ったよ。あ、ほら、はい、井上さんとちょっとこう。うん、すごい簡単な マススパーリングみたいなやつなんですよ。ああ、はい、俺なんかそれ見たかもしれないですね。はい、はい、見たかもっすね。はい、うん、久しぶりにそれ殴られた。血の味がしました。血の味。うん、マジか。ボクシングでやってたんですけど。やっぱりでも井上さんから見て、ポパイさんのパンチは強いですか？強いです。やっぱパワーあるというか。やっぱ見と思ったんですけど、はい、すごい勝ったっすね。ああ、やっぱそこはやっぱあれですね。はい、その体重すごい乗せ方が上手で、はいはいはい、まあ、体重重い人はやっぱ強いんですけど、はい、それでも強い。はい、全然ジャンププロの路線が全然ジャンププロの話じゃない。ジャンププロ。ジャンププロ、ね。ジャンププロ。11月のだからもう26なんで。あと30日近く。もう1ヶ月切ってますわ、ね。切ってますよ。でもどうですか、その今コンディション的には正直。いやー、まあ、言える範囲でこれはもう変わらないですけど。まあ、まあはい、ちょっとずつ絞れてますけど、やっぱ不安です。うん、はい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 。不安ですやっぱり。じゃあ 100% 中でいてもちなみにどんぐらいですか。まあちょっと厳しい評価で。辛口評価、まあ、自分の中では7割とかなのかな、はい、あ、でも仕上がってると思いますよ。僕65ぐらいなんで、ほぼ一緒じゃないですか、はい、まだね、行き切ってないなって感じがするんですよね。うん、はい、まあ、このニューヨーク終わった後の約1年半の生活でどれだけ改善できてるかっていうのをやっぱ見たいですね。まあまあそうですよね、確かに。まあまあ結局はそこの勝負っていう感じもありますからね。そうですね、まあ、自分とのね、そう、この1年半、うん、本当にやっぱりいろんなことあって、でもそれでも何だろう、はい、ボディービルをする環境っていうのはすごいみんなのサポートがあってできてるんですよ。それこそ井上さんとかも撮影がある時も、うん、はい、関根さんのトレーニング終わってからでいいですよとか、なるほどなるほど、ね、そういう理解があって、そういうのを無駄にしたくないんでね、ちょっとでもやっぱ当日はいい体が出たいですね。まあそうっすよね、いやだからもうぜひともポパイさんをみんなで応援したいですね。いや僕はまあフィジークとして出るんですけど、一応勝負してますからね。まあまあそうですね、まあ、実はあのマッスルグリルさんのチャンネルでも、はい、もう宣言しちゃったんですけど、はい、まあ、今回のね、
成績が悪かった方が井上さんの腹パンでしたっけ？変わってないよ、レースな罰ゲーム。俺嫌だよ、それ。俺もあるっすよ。俺全力で何どうにかして取りに行きますよ。俺毎日受けるわ。違います、ご飯をおごる。そう、ご飯をおごる。順位が低かった方がね。で、かつ、順位が高かった方が、好きなお店を選べる。わかりました。で、ウィズ井上さん。うん、そうですね、井上さんつ、じゃあ行きましょうか。あとじゃあね、カメラマン あの伊藤さんと、ね、吉田も連れて、ね、もちろんもちろんもちろん、もちろん見ないよ、5人分おごるっていう感じで、はい、レッドドラゴンでもいいですか。え、レッドドラゴンってやばいじゃなかったし、レッドドラゴンって、レッドドラゴンってあの AV 女優が多数在籍しているキャバクラです。貯金全部なくなっちゃうから、ね、重いんだけど、なんかあるんですよ、有名な、なんか確か、なんかどこだっけな、六本木だか赤坂とか、すごいすごいですよ、本当に、多分あの動画で見たことあるような人がいるんですよね。多分そうそうそう。そんななんですか。知らなかった。そんなとこ行ったら、多分俺もう大変ビビっちゃいます。一応候補にはね。嘘だな。勝負もね、してますんで。まあ、とはいえ僕ら結構ガチなんで。ガチですよ。もうガチですからね。まあ今ちょっとこんなふざけてますけど。いや、そうだ。だってもう全てね、こう、の努力っていうのはその日の26日のためになってますからね。いや、本当にそうですよ。で、これで、まあ変な話、まあ、勝っても負けてもとかっていうこともありますけど、うん、でもやっぱね、いい成績残したいじゃないですか。まあプロでやってる以上、いやそうだと思うんですよ。やっぱプロでやってる以上、結果だと思うんですよ、絶対。いや、間違いないですよ。逆に、そこを目指してない人、応援したいと思わないですか、ね、いや、そう、そう。はい、というわけでね、結構、まあ、ルームツアーさせていただいて、マイク・タイソンがいたり、はい、はい、ゲームやったり。弱い、はい、弱い、マイク・タイソンとゲームしかない。よくわからんスニーカーがあったりとか、ちょっとそう、まあでもザ男の部屋みたいな感じで、うん、そうですね、男の子、はい、ちょっと女の子呼びづらいですけど、まあそうですね、そうじゃないですよ。ごめんなさい、じゃあ11月の26日に向けての、なんかこう、はい、最後意気込みをいただいてもいいですか。はい、意気込み、はい、結構ガチなやつでいいですか。ガチなやつか、ね、結構ガチ、めちゃくちゃ変なこと考えてたわ。まあ、お任せします、うん、もうポパイさんの感じなんで、うん、まあね、あの前回のニューヨークプロのね、やっぱ惨敗した記憶っていうのはずっと残っててね、正直当日は怖いです、うん、やっぱステージ上がってまた同じ思いするんじゃないかとか、うん、僕のポージングの時だけ客が静まり返っちゃうんじゃないかとか、そういう経験を一回しちゃったんで怖いですけど、うん、ただまあ本当に26日に向けてやるべきことは今全てやってて、で当日も多分どんな結果であれど多分言い訳できないような状況を作っています。なんで、ね、応援してくれる方々にね、少しでもかっこいい姿見せられるように、うん、頑張りますんで26日、よろしくお願いします。いや、素晴らしいですね。これもぜひとも、はい、こんな真面目な話、マッスルグリーしたことないです。そうですね。まあでも、マッスルグリーじゃないですから。そうそうそう。あ、そうですね、はい。僕のファンの方が。これマッスルグリーやったら全部ピーにします。そんなキャラがない。そんなことない、そんなことない。すいません。まあでも、ね、まあいつもふざけてるんですけど、すごくね、こう、信念がある方だと思うんで、まあ、ぜひ、ポパイさんのボディビル、まあ日本で初ですね。そうですね、日本の大会初めてです。はい、日本の大会では初めての、ボディビルダーとして、うん、ステージに上がりますんで、ぜひ応援をよろしくお願いします。お願いします。はい、僕も同じく同日ですかね。同日、はい、11月26日に、はい、メンズフィジークとして立ちますんで、応援をよろしくお願いします。じゃあというわけで、そんな感じで、じゃあ井上さん、今日は、はい、ありがとうございました。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 じゃあまた、ありがとうございます。ありがとうございました。